じゃあ、ここからは服部さんがこの WebGIS を皆さんにもっと活用していただくために隠れた機能を教えていただけるということで、私もあまり使いこなせてないと思うので楽しみにしてきたんですけど、服部さんの方でこういう使い方もできるよとか、ぜひこういう機能もあるので使ってくださいというようなことがあればお返ししていただけますか。はい、実はこんな機能はありますっていうので、はい、で、まずここで、ですね、どこでもいいんですけど、危険を例えば選択したとして、先ほど釜江さんから説明があった通り、このあたりデータセットを選んだり、モデルであったり配置シナリオだったりっていうのを選べば、このような形で出てきますと。先ほど都道府県抽出までは説明が、そうですね、はいはい。で、これだけでもいいんですけど、これだと例えばこのミロックのモデルにおける RCP2.6 の21世紀末のデータしか見えていないとか、そうですね、複数のこう組み合わせを比較するというのが、この面だけではできないので、これをまずちょっと画面を分割します。画面分割というところで、今 ×1 ってなってるんですけど、これを例えば4つにすると、はい、おー、なるほど。複数の地図を同時に表示できます。それぞれを条件を変えられるっていうことですね。当然そうですね、比較したくなりますもんね、シナリオごとにどう違うんだとか。でちょっと地図が小さくなってしまうので全画面にします、はい、と、例えばモデルを右上は MRI にして、左下は GFDL というのにして、という形でやると、モデルごとに影響を強めに評価しているものとそうでないものとっていうような特徴があったりするので、ベルごとの違いというのがこのように並べてみることで比較がしやすくなります。で、同じように RCP の方も変化させてみて、シナリオによる違いというのを見ていくこともできます。 4.5 だとそんなに違いが出ませんね。 1.5 だとかなり違いが出ると。これが一つその比較するときにかなり便利かな、はい、そうですね、これはぜひ使いたくなる機能ですね。次の機能の説明に移ろうと。画面分割した状態で、先ほどあまりこのスクロールして拡大しなかったんですけど、はいはい、特定の地域、これだと県全体とかを今見てますけど、特定の市だけ気になるというようなケースだと、結構拡大して見ていくこともあると思うんですね。でそういう時にこう地図を拡大したりこう移動させたりすると思うんですけど、位置を同期というところにチェックを入れておくと、おお、まさか全部の地図を同期してくれます、はい、一つを動かしたらそれに合わせてくれる、こう変わってくれますね。ああ、なるほどなるほど、全部一緒に動くんですね。あ、これも確かに便利ですね。これも、ちょっとしたことですけど、これを使うだけでちょっとなんか作業が楽になったりとか見やすくなったりとかしますよね。次なんですけど、色分けのところに行きたいと思います。今これ S8 の年平均気温のデータなんですけど、現状と比べて低くなるようなのは水色で、高くなるのはこう赤っぽい色、ここの色はできるだけその人間の直感と合ったような色を選ぶようにしているんですけど、例えばこれをスクリーンショットとかを撮って資料に貼り付けて印刷をする、で白黒でしかちょっと印刷できなかったとしたとき、この色がデフォルトの状態だとうまくしたときに見えないというようなケースもあるんではないかと、はい、その時にこの設定というところを押すと、この色の設定を変えられます。なるほど。今設定を押した時の画面なんですけど、はい、このツールというところの簡易設定で、虹色、黒から白、白から黒、とりあえず黒から白を選んで、例えば、これ気温なので、5度くらいが最大っていうか、と思うんですけど、マイナスの値も一応可能性があるのでマイナス5とかにして、一度刻みで見るのであれば、そしてこの状態で設定とで保存をすると白黒になりました。なるほど、分割数も変えられるんですね。そうなんです。なるほど、細かくしたりこう荒くしたりできるんですね。あとまだ、ここもおそらく紹介した方がいいのかな。はいはい、そうですね、さっきの 4番以外のところもちょっと気になりますよね、はい、自然災害かなと。まずここのデータを選択するところに透過度というのがあるんですね、で、この透過度を
上げていくとどんどん薄くなるんで、今とりあえず一旦動画で 100% で、はい、今ここ地図がこうあるわけですけど、うん、この地図というのがこの下の方の設定項目の3番背景地のところで設定してます、ね、なるほど。で今これ白地図になってるので、はい、まあ、白いところに、うん、あの行政の県境とかの線と、まあ、都道府県名入ってるだけなんですけど、はい、これを別のものに変えると、まあ、地図上にあるようなものになったり、はい、航空写真みたいなこういうのになったり、はいはい、変えられます。なるほど。で、まあ、とりあえず白地図のままいきますね。で白地図がこれがなんで一番下にあるのが白地図の状態ですね、はい、でその上に地図を重ねることができます。おお、その上に地図を重ねることができる、はい、この一番のところで参照情報ってあると思うんですけど、はい、ここで例えば標高図っていうのを重ねると、はい、表示、ああ本当だ、下に薄く白地図もあるし、はい、上にその標高図が載ってるんですね、はい、この状態で先ほどの自然災害の斜面崩壊発生確率の下げて重ねてある、はい、なるほど。うまくこうそうですね、透過度をこう調整して下のやつもうまく見れるようにすると、あ、なるほど、3つのものが重なってるんですね。そうですね。おお、なるほど、素晴らしい。地形が急峻なところの方が斜面崩壊が発生しやすいだろう、うん、まあ、それはもちろん直感としてもちろん分かっているけど、はいはい、データによってはそういうのがまあ思いがけない発見というか、うん、そういうのができる組み合わせというのもあるかもしれません、うん、なるほど。表示非表示とかよるかなら、はい、でこのまあ2番のところも、はい、説明をした方が、まあ、そうですね、ここまで来たらこれがですね、例えば学校とか、そうですね、学校とか福祉施設とかね、なると、すごい、そんな情報もあるんだ。まあ、災害とかだと分かりやすいかなと思うんですけど、そうですね、災害関係でなんか洪水のなんかやつとかもありましたよね。洪水ありますね、はい、あ、そう、洪水氾濫、まあ、なんかこういうのを例えば、まあ、最近よく話題になるのが福祉施設がリスクのある場所にあるんじゃないかとか、でそれが将来的にどうなるかとかっていうのを少し重ねてみたい場合は、まあ、こういう例で重ね合わせたりできそうですよね。そうですね、これはすいません、私も知りませんでしたこういうここまでできると、これなかなか教えてもらわないと自分だけでこうやろうと思ってもなかなかそこまでたどり着かなくてですよね。あと もう一つあるんですけど、もうまだありますか、すごいな隠れたけど、はい、これ、はい、今 WebGIS の、まあ、マップの部分、ここにマップって言って、うん、マップのところだけ紹介してたんですけど、まあ、グラフも実は隣にありまして、例えば今の気温の年平均気温のグラフにして示してくれていて、うん、ここをマスオーバーすると、まあ、そこのグラフだけちょっと強調されるんですけど、はい、これはシナリオと気候モデル別に、そうですね、なってるところですね。まあ、今これは水戸のデータを選んでるんですか。そうですね、今茨城県を選択しているので、はい、県庁所在地のデータですね。ああ、なるほど。でここでマスオーバーすると、まあ、先ほどはその地図上で見ていたので具体的な数値が分からなかったと思うんですけど、うんうんうん、これがこちらのグラフの方でマンスオーバーをすると、うんうん、あ、 1.04 度だなっていうのが分かると、うんうん、マンスオーバーをすると、RCP2.6 における最大と最小のエリアがこう塗られるので、こうやって変化させて見ていくことができます、はい、あ、なるほどなるほど、そういうこともできるんですね。まあ、横軸もこれ今時間が横軸になってますけど、うん、選んであげると変わりますし、ここもいろいろ、まあその自分でその Excel にデータを入力してグラフとかを作る必要がないと、はいはい、いうことですね。もうすごいですね。いや本当にこれもここまでしっかり活用してたらすごいですね。
まあ活用してほしいでしょうけどね、欲しい欲しい作ったあの Web チームのメンバーからするとちょっと我々もアピールが足りないそうですね、これなかなか多分ね、こういうのがないと多分皆さんなかなか分かんないんじゃないですかね。私もすいません、よく知りませんでしたし、今の機能を使いこなせたらすごいですね。今資料作りは多分皆さんだいぶ早くなると思いますし、ちょっと今までより説得力のある資料というか、皆さん理解しやすい資料がこれで作れるかもしれませんね。であとこれ生データみたいなものが欲しいっていう風になった場合、まあ、そういう時は、お問い合わせいただければそういう生データの提供みたいなことも適用センターでやってるんでしたっけ。そうですね、はい、全てのデータではないんですけど、提供できるデータについては、お問い合わせがありましたら提供する形になってます、うん、じゃあ、 まずはお問い合わせをしていただければという感じですね。はい、そうですね。あ、もう一点いいですか。WebGIS の、 トップ画面のところで、うん、今日説明をしたカラーバーの色を変更するとかっていうのが操作ガイドに載ってるんですね。実はここに今日ご説明したような内容はだいたい載っているので、ちょっと詳しく整理して知りたい方はこれを読んでもらえるとより使っていただけると思いますね。ここの地図の、 参照情報のところがちょっと古くなっているので、うんうん、まあ、それはちょっと今後更新をすると思うんですけども、はい、まあ、大体今日説明した内容はここに載っています。はい、わかりました、ありがとうございます。いや、今日すごく、はい、私も勉強になりました。これを機会に皆さんもっと WebGIS を、はい、活用していただけるようになったらいいなと思います。はい、まあ、また我々のウェブチームの皆さん中心に A プラットのこうコンテンツ充実していくので、ちょっとまたこういう形で他にも皆さんにもっとこう活用してもらいたいってコンテンツをちょっと取り上げていければと思うので、その時もちょっとご協力よろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。